どうも無印マニア無常です。今回は無印行ったらこれ買っての第3弾をお届けしたいと思います。この無印行ったらこれ買ってシリーズは無印マニアの僕がおすすめするものばかりですので、よかったら無印で買い物する時の参考にしてみてください。ナンバーゼロという動画が初めて無印行った時に買うのがおすすめな比較的安価で代表的なアイテムを紹介しています。そしてナンバーワンという動画からはその他のおすすめを紹介しています。再生リストに全部の動画をまとめています。また各動画の概要欄でどの動画でどのアイテムを紹介しているか分かるようにしておきますので、あれ、あのアイテム無事をどこで紹介してたかなっていうストレスがないように、振り返ってみたい時もすぐに探せるようにしました。また公式 LINE の方ではお買い物に役立つ無印のお得な情報を配信しているので、損したくないという方はぜひ概要欄の方をチェックしてみてください。それでは早速行ってみましょう。無事にお任せ。スタッキングシェルフ、こちらのスタッキングシェルフはシンプルで気のぬくもりが感じられる、どんなお部屋の雰囲気にも合う棚です。でサイズがいろいろありまして、2段だと 11,900円、3段だと 14,900円、3段の2列だと 24,900円で、5段だと 18,900円、他にもワイドサイズとか5段の2列とか3段3列とかいろんなタイプがあります。で色味は2種類あって、オーク材とウォールナット材という、ウォールナット材っていうのはちょっと色が濃いんですけど、ウォールナット材の方がね、だいたい2000円ぐらい高いんですよ。なんでこれは、なんか使ってるその素材の問題なのかな。これ金額一緒だったらね、純粋に色で選べるんですけど、このスタッキングシェルフ自体がまあまあの値段するので、ちょっとこう揃えていったりするとこの2000円ぐらいの差はねすごい大きくなってくるので、オーク材選びがちだと思います。で純粋に色味がオーク材の方が僕は好きですね。ちょっとこの濃い方は重厚感のある感じとかモダンな感じは演出できるんですけど、僕が好きなのはナチュラルな雰囲気、こういった木のね感じとかがすごく好きなので、好みもオーク材で合ってるので良かったかなと思います。でこれ組み合わせることができまして、まず1個目はこの基本セットっていうのを買わないといけないですね。でこの基本セットはこれ1つでもう形になると、これ縦でも横でも使うことができます。でこれに組み合わせたい場合は追加用っていうのを買います。で追加用なんで、このこっちの、まあ、どっちでもいいねんけど、こっちのこの壁がないんですよね。でそれをこのように組み立てます。組み立てはねめちゃくちゃ簡単。軸となるこのポールをネジで入れ込んで、そこに板にね天板に穴が開いてるので、そのまま差し込んで反対側の横の板を入れて、これもネジで回すと。作り方はもうめちゃくちゃ簡単です。でうちもやってるんですけど、3段の基本セットに追加の2段を買うことで、3段2段みたいなこの段違いの棚も作ることができます。これは組み合わせが自由なので、例えば5段に3段をつけてもいいし、5段に2段をつけることもできます。だから背の高い方を基本買えば、あとは追加は小さいサイズを買ってもつけれるっていう感じですね。でこれで合わせていくとね、本当にこの統一感が出て、僕は見た目がめちゃくちゃ好きなんですよね。別売りですけど、こういったスタッキングチェストとか引き出しとかっていうのがあるんですけど、まあこれもねなかなかの値段がするんですけど、こういうのを組み合わせていくと自分の使い勝手のいい棚を作ることができます。これねストッパーとかも売ってたりしますし、まあ、前回動画で紹介した収納アイテムとかね、そういったものもこのスタッキングシェルフに合うようにサイズとか作られてますので、組み合わせは本当に自由かなと思います。ただファイルボックスはちょっとはみ出てしまうので、その点だけお気をつけください。ちょっと後ろにね隙間を残せるような場合だったらいいんですけど、壁にビタ付けの場合はファイルボックスははみ出てしまいます。本当はね5段とかのやつで全部壁一面やりたいんですけど、それはちょっとね今新居準備中なので、新居に移ったらまた追加で買い揃えたいなと思います。すごく見た目も良くておしゃれだけど、ちょっと値段がね高いかなっていうのがちょっとネックなところ。ただ値段高いけど本当に買って良かったアイテムの一つですね、これは。なのでいいけど高いなーって迷ってる方もいるかもしれないけど、まずは3段とかね2段とかの小さめのやつから使ってみたらいいんじゃないかなと思います。レビューは送料が高い。そうなんですよね、無印大きいもの買うとね送料めちゃめちゃ高いんですよね。すっきり収納できてシンプルなインテリアにぴったりというようないいレビューが多いですね。ポリプロピレン仕切りファイル550円。続いてはこちらのポリプロピレンの仕切りファイル、これめちゃくちゃ便利です。僕はこんな感じでレシートとかをまとめるのに使ってるんですけど、かなりポリプロピレンなんで頑丈ですし、こうやってね13個ポケットがついてます。なので1月から12月みたいな感じで、僕は月ごとに領収書とかレシート類ねこうやって分けて使ってます。見出し用の紙も一緒についてます。でこれ本当におすすめなのは、学生さんは学校で使う書類とかプリント類教科別に分けたりすることができますし、主婦の方はレシートとか、あと子供たちの学校関係の大事な書類とかをね分けておくこともできます。で仕事する人はこういった領収書管理とか仕事のプロジェクトごとの管理とかにも使えるので、本当にねこのファイルはめっちゃ便利。
これね、レビューもすごくいいんですよ。学校でもらうプリントの管理に使っているっていう方とか、この方は保育士さんで作品を作るたびに画用紙の端切れがたくさんたまり、どう収納するか迷っていた。これは仕切りがたくさんついているので色ごとに細かく分けて収納してお仕事も快適になったとか、説明書、家族ごとの書類、ポチ袋や小さなメモ帳などを仕分けして入れたりとか、使いやすくて追加で2個買いましたみたいなね。で、僕はこんな感じでファイルボックスのワイド4つスポット入るので4つ入れて領収書管理に使ってます、ね、このファイルボックスに入れると見た目もすっきりするのでめっちゃおすすめです。ステンレス保温保冷ボトル1290円。こちらの保温保冷ボトルなんですけど、これはねめちゃくちゃいいですね。まずデザインがシンプルっていうのと、口がねこの滑らかなところがすごく工夫されてるなと思って、すごく飲みやすさを感じます。こんな感じで口がねそんなに大きくないので、まあドバッと出てくることもなくて飲みやすいなってすごく感じます。で、凹凸があまりないので洗う時もすごく洗いやすいです。で、こちらサイズが 200ml と 500ml とこの 350ml の3種類あります。で、無印のリュック使ってるよっていう方はこのサイドポケットに 350ml でこんな感じですっぽりと収まります。ホットコーヒー入れて職場に持って行ったりすることがあるんですけど、当然リュックの中で横になってもこぼれてしまうなんてことはありませんので、このボトル僕は結構おすすめです。疲れにくい撥水スニーカー2990円。こちらが疲れにくい撥水スニーカー。これね、履き心地がすごくよくって、履いてる人はね結構わかると思うんですけど、このここの土踏まずのところに盛り上がりがあるんですよね。あとこの中の足の指の付け根のところにも厚みがあって、すごくね足にフィットする形になっています。本当にこれはね履きやすいです。まあ、全く疲れないってことは当然ないですけど、すごく歩きやすくて履いててね確かに疲れにくいスニーカーなのでめっちゃおすすめです。で、僕はこの黒も持ってるんですけど、この黒をねよく愛用してます。このね全部黒っていうのが可愛くて結構好きで、これを履いてます。この白はねあんまり履いてないかな。これはもう撮影用やな。こちらカラーバリエーションも豊富で、白、黒、赤、オールグレー、グレーも可愛いですよね。オール黒、チャコールグレー、きなり、ネイビーっていう感じでカラーバリエーションも豊富です。サイズはですね、女性ものが22から25、男性用が 25.5から29センチ。まあ男女これ別にサイズの違いだけですね、もの自体は一緒です。なので22から29センチのサイズがあるっていうことですね。レビューも結構良くて、履きやすい、初めてスニーカーを買いましたが高高幅広でとても履きやすいスニーカーでした。友人の勧めでやっと購入してみました。普段は 24.5 を履いていますが、試してみたら24でぴったり、それでもまだちょっと余裕は感じるぐらい。出かけるのに1日履いてみたけど軽いし全然疲れず素晴らしい。これはリピートしたい。何度もリピート購入しています。とても履きやすくてお気に入り、今後も購入します。という感じでね、履いてる方は結構皆さん履き心地がいいっていう風に言ってますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。乾燥野菜、国産白菜のスープミックス290円。無印行ったらこれ買ってほしい。めちゃめちゃ美味しい。下茹でした白菜、ほうれん草と玉ねぎを乾燥させました。野菜のシャキシャキした食感と甘みが特徴で、お湯で戻してすぐに使えますということで、もうねちょっとこう時短でパッと何か作りたい時とかに味噌汁とかスープにさっと入れるだけで、このシャキシャキした乾燥野菜独特の歯ごたえがねすごく美味しくて、僕はこれめっちゃ大好きです。レビューもめっちゃ良くて、まあ便利、お味噌汁がすぐできるとか、まあ、すぐに使えるとこが本当に助かる。離乳食で使ってる方もおられますね。お味噌汁として食べさせてみたところ、ペロリと完食。野菜の甘みがしっかりしていて、なおかつ国産なのでこれからも重宝したいと思います。で、この白菜以外にも国産キノコの4種のミックスとか、国産根菜5種のミックスとか、何種類か乾燥野菜シリーズありますので、ぜひ気になるやつを試してみてください。繰り返し使えるマスク390円。まあ今や欠かせないマスクなんですけど、これね伸縮性があってめちゃくちゃ肌あたりが優しくて気持ちいいマスクです。これ長時間かけてても耳が痛くなるっていうのは全然ないです。これレビューもすごく良くてですね、ワイヤーも入ってないのでくしゃくしゃにして揉み洗いできるということで、手入れがすごく楽ということですね。白ではなく黒色のマスクが欲しいということで、まあ、色の展開がね確かに他にもあればいいなと思います。ニキビがひどくてマスクでずれてニキビが擦れてしゃあないんですけど、このマスクだと全然擦れないので助かってますっていう感じで、僕もね敏感肌なので不織布マスクがね擦れるともう本当に肌が荒れるんですけど、これは肌あたりが優しいのですごくいいです。マスクは不織布じゃないと飛沫防止にならないとかいろいろあると思うんですけど、不織布はね肌荒れしてつけれないっていう人もね中にはいるので、そういう方にはねこのマスクおすすめです。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は無印行ったらこれ買っての第3弾をお届けいたしました。このシリーズは無印のアイテムで、僕は実際にこう長い間使ってみていいなと思っているものを紹介してますので、無印良品でのお買い物の参考にしてもらったら嬉しいです。このチャンネルは無印マニアの僕が無印良品の様々なアイテムをレビューしています。無印好きな方は見逃さないようにぜひチャンネル登録していってください。それからこの動画の高評価やコメントもお待ちしております。公式 LINE の方では動画にはできないねタイムリーな情報だったり、あと公式 LINE 限定のコンテンツなども用意してますので、無印のお買い物で損したくないという方はね、ぜひ概要欄の方チェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。無印にお任せ。いやー、だいぶと暖かくなってきましたね。春、いやもう春を超えて夏、言うてる間にめっちゃ暑くなんねやんな。